株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。ソフトバンクの孫正義オーナーが25日自身のツイッターを更新。株式会社 AI が提供するデモ音声です。今期限りで退任する工藤公康監督に向け、本当にご苦労様でしたとねぎらいの言葉を綴った。これはデモ音声です。この日、敵地でのロッテ戦を15対7で快勝したソフトバンク。株式会社 AI によるデモ音声です。現地には王貞治会長、孫オーナーも駆けつけ、試合後には工藤監督に花束を手渡しする場面もあった。株式会社 AI によるデモ音声です。工藤監督はここまで就任7年間で4年連続を含む5度の日本一を達成。これはデモ音声です。孫オーナーは試合後に自身のツイッターで、工藤監督本当にご苦労様でした。株式会社 AI によるデモ音声です。7年間で5度の日本一優勝。これはデモ音声です。ありがとうございます。株式会社 AI によるデモ音声です。心から感謝いたしますとねぎらいの言葉を送っていた。株式会社 AI によるデモ音声です。フルカウント編集。